今回はこの籠を作ります。材料はこういう広告のチラシです。結構しっかりしているので実用性があります。ではやってみましょう。このように細長く切った広告のチラシですね。光沢のあるタイプです。これを角っこから斜めに巻いていきます。緩まないように巻いては締め、巻いては締め、巻いて押さえる、巻いて押さえるですね。でこうしてこう尻尾ができると、ここを持ってこうくるくるっと回していきます。そして巻き終わりのところはボンドで留めます。これ、はい、このくるくる棒ですね。片手に3本、片手に3本の棒を持ちます。これをクロスさせて左手で持ちます。1本曲げて巻き始めます。クロスさせた3本と3本の棒を縛り付けるような感じですね。そして短くなったら継ぎ足して巻き続けます。2周したところで巻くのをやめて クロスさせていた棒を放射状に広げます。そして今度は1本ずつ編んでいきます。上下上下、今編み進めている部分が籠の底になる部分ですね。もう少し編み進めましょう。編み芯を継ぎ足します。
そこが適当な大きさになったら横の壁を立ち上げていきます。こうして上へ上へと編み上げていくわけですが、この時にこの縦芯の角度を調節することで壁の傾斜をつけたりまっすぐにしたり、逆にこう内側に絞っていったりすることもできます。縦芯が短くなってきたので、縦芯を継ぎ足します。壁が適当な高さまで好みの高さになったら、編んできた編み芯を内側へ編み込んで、編み上げを終了します。そして縦芯を止めていきます。まず縦芯を横へ倒して、隣の芯から外へ出します。全部出していきます。最後の一本は最初の芯の内側から外へ出します。
次に外に出た芯を今度はその隣から内側へ